スプリット2のイライラースプリット2開始から約1週間が経過楽しく遊んでいるところ悪いが、皆さんこんなこと思いませんかイライラするぞということで今回は、スプリット2でイライラすることを、総うぜやつ紹介していき、ますマティックス ロビーがきしおいスプレッド2が開始し、まずはじめる皆さんが思ったこと。ロビー画面、んきしくないか前回の動画、スプ2が始まって、すぐの感想でしたので、浅瀬レチャプチャプ程度しか語らなかったんですが、今回のこの動画は開始から約1週間が経ち、スイマ前も味わった噛み応えのある内容ですので、皆さんにはきっと共感していただけるはず。その中でも特にこのロビー画面。なぜかつてに4人用の画面になってんだよ。もちろん4人でやるときなら、4人画面になるのは当然だよ。でもおかしいよね。俺今引いて 一人だよなのに画面は四人用だ何遍言ったらわかるんですかこれまるであれですよね。正午一人で、お昼ご飯を食べに定食屋に行ったら、カウンター席が空いてなくて、渋々テーブル席に座る感覚と同じ。変にね、周りに気を使って居づらいんだよな。なのでこれの解決策としては、選択してるモードをクワッチにしてる時と、ロビーに4人が来たら、記録する感じにしてほしいな。ランクとかフルパである時、右に来た席だけ空いてるのが筋肉ワン !A 型出ちゃうサイブルさんはスプリット2いかがお過ごしでしょうかぜひとも感想をコメント欄でいただけると幸いです どうやらスイッチにも視野角110までが解放されるようになったらしいですね。視野角をいじる前に、これだけは知っといてくれ。広ければ広いほどいいってもんではある。武器調整スプリット2が開幕し、武器調整も入り、天下統一をしていたハボックはナーフされ、さすがにその地位は脅かされるだろうと思い込んでいたら、世界はハボックによって壊されている。環境破壊のご協力。でも今回不満があるのは R99! 約1年前ですか悪魔のシーズンで知られているシーズン17。当時は R9 9が環境を牛耳っていた。弾は一発多くて27発 だしダメージは今よりも1ダメ多いしリコイルは今より断然しやすかったおかげで未だに R99 のレベルが一番高いんだよなフノイさんだよそこで今回のアップデートで R99 が強化された内容としては腰打ちのランダム性があの減少したとまあこのくらいの強化は来て当然ですよね今だって誰も使ってませんからねああ使ってるうんじゃあ先般ということで数回ほど使ってみました結果えー、っとあのねあのー、ねあの <laughs> あうんー、うん何が変わった <laughs> いやいや段数とかダメージとかなら分かり いいけけどど何腰打ちのののリリリコココイイルルて今俺のデススクトップの画面だこれ関係ない全然変化は分かりませんでしたね。一回やってみたいですね。R99 ワンマが売って、これはいつのどの R99 でしょうかゲーム俺結構当てれる自信あるけど、シーズン21スプリット2とかわかるかばかこのアップデーを経て、よくエーペックスやる友達が言ってましたよ。アハ体験やないかーいアハ体験、皆さんご存知でしょうか一枚の画像があって、それが知らぬ間に一部変わって、ああ変わってるみたいな、ひらめきを探す感覚なんですけど、それと同じですよね。 気持ちばかりのの強強化化を授けまましたよよとととはまさにこのことよお黙りよそんななするくらいいずっと弱いまんまでいいわあと、ハボック弱体化による影響。弾が減ったくらいじゃ変わらんのか。さすがにですけど、初動の20発はきつさがある。前のような余裕のまんまがしづらい。こちらもある意味は破体験だよな。唯一の救いとしては、ドロップ率が同じところよね。詳しい数字は知らんけど、少しでも他武器と比べて確率が少なかったら、もうそれは各社社会の完成ですから、まだ今はマシな方だよということをご理解願いたい。略してこの状況を全マシマシ。 Let's go ランクイージーじゃん皆さん新ランクいかがでしょうかマイスプリットのランクは地獄でした。でかすぎるマイナス、強すぎる敵、合わない連携おい、味方のせいにそんな。あとそして多すぎるチーターね。波乱万丈のスプリットだったと。だが時代は変わり、コンスプリットは前に比べ、参加コストは一律減少し、ゴールドプラチナマイナス5、ダイヤは10軽減と。あと順位ポイントが、LGS のルールに準じたシステムに調整され、キルボも少々増加と、難易度はそこそこ下がってんのよ。とはいえ簡単なわけではなく、今が一番ちょうどいい難易度だと言える。 時間過ぎず、難しすぎず、敵は強すぎる。よって、ランクの売りである達成感の面でも、最高に美味しい感じに仕上がっている。なので、コンスプリットランクを頑張るのは、めちゃくちゃおすすめできる。さらにですよ、連続吸機能ありますよね。ランクポイントの上がり下がりが確認できるのは非常にありがたい。アップで、あと、吸を入れた時のね。ガチャンの音、正直嬉しいよな、これただー。おっと、危ない、危ない。ちょっとポジ感が過ぎたので、ここからはネガキャンで生かしてもらう。あの、それが、あの、一応ですけど、今回のテーマなので、前からみんな思ってたよね。 の連続級機能のおかげで、俺たちパッド勢は、常に苦しめられてんだよ。負けたとき、さん何を見ますかどうやられたのかなって戦闘データ見ますよね。うわ、やっぱりハボックでしたかなるほど、フォーカスを食らってやられたのか ?AR31 はあんまがーあ、それ絶対ないんですけど。あれを見るとき、ボタンを上下押すやん。下に押す分には何もないわ。でも、ここが重要。上の十字キーを押したときに、連続球が作動して、画面の右が画面端。えあ <laughs> Still Fire せえ。Uh、連続起の確認画面が出てきてうざくないか。なので連続起の画面をスティック押し込みとかさ、別のボタンに割り振ってほしい感はあるよな。話変わりますけど、実はエペ式 MBTI 診断みたいな動画出そうと思ったんですけど、台本まで作ってさあ収録しようと思って、いざ収録を始めて気づきましたね。いや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 、今更 MBTI。サイレントパッチ。前回紹介しきれなかったキャラクターの面で、今明らかになった内容を一挙紹介していく。毎度恒例なので一応言っときますか。キャラ調整とかね、結構大事。 このアップデーですから、せっかくパッチノートを書いてくれてるならどんなね。あの小さいアップデーでもあのー、そのあのかけと言うとるやろがいまずはアッシュ特にウルト面でアップデーが来てますね。ウルトの距離が6。5メートルから7。5メーターへ10メートルの見るだけでも結構でかいので、隠しアップデーじゃなくて普通に変えててほしいな。さらに今ではウルトラが届く、距離が小さなアイコンでしかわからなかったんですが、コンスプリットからパスのウルトを見たく、範囲でこう見えるようになりましたね。これめちゃくちゃいいじゃないか。賭けとお次ワットソンこいつは協力よ。ワットソンは？ スキルルでシールドを回復すするというのがががありますがここに強化がなされた今までは2秒に1だけしか回復しなかったんですが、今回からその2倍。2秒で2回復。つまり1秒に1回復するので、白アーマーが25秒で回復するまで強化された。よきよきアップデーがタ i ングマイウェイ強気でよく削れたアーマーをシールドセルを使わず、ワットソンが回復するというシーンをよく見ますが、パワーパイロン今度それがより活発化されるらしい。最後にバンテージ。アビリティのコウモリのジャンプの速度が1.5倍アップしてるらしい。ケルのこの飛ぶスピードじゃなくて、コウモリがこう移動していくスピードらしいな。 ワイヤー使うかかとと聞れれたら全力でででねね首をね横にに振るる同時にワンチャンこれ回でできるんちゃん40倍さん元気ですかそろそろ髪長くなってきてね、あのヘアバンドって言うんですかね、前髪をガッとまとめるやつつけてるんですけど、あれのせいでなんか最近ね、あの前髪の調子が悪いとうのまいか。さて、コンスプリット、人知れず死んだアイテムが登場しました。エーペックスに残された木の中を照らす最後の希望。40倍スコープに調整が来ましたね。内容としては、スモークやガス越しに危険対象を視認できなくなると。要するに木中の敵が視認な ななってかいうねいや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 、正式名称を読み上げますよ。40倍デジタルスレットスコープ。皆さん記憶にも新しいでしょう。シーズン20より1倍デジスクが完全に消されましたよね。よって唯一の木の中を続けるアイテムとなりましたが、いやいやいやと、木抜きできないデジスレって何ぞいや、それは肝臓確かにスモークというのは危険なところで射線を切るためのものなので、スキャンされない限り場所の情報を切るのは当然、木中なのに撃たれるのは論外だ。薄々感づいてましたが、今現在最も存在感が薄いアイテムは、 40倍スコープ。皆さん、こいつ使ってます存在、覚えてます ?40 じゃないですよ。4と10倍なのこれ、あの、あの、覚えてます多分、こいつ、次シーズン、消されるでしょ。存在意義がかつてのシルノック以上にないので、40倍最後のスプリット。記念程度に使ってあげてください。私はいいよ。いや、いやバグやったんかいいや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 、ちょっと待て。前回の動画で言いました。リスポーンからのアタッチメント続行が熱すぎだろと。これは神アップで超えて仏アップでや、いや、むしろ大魔王アップでや、あ、それ言ってないんですけど、相当嬉しかったのよ。でも今 今の惨状を見てみろよ。神アプデだ？いやいや悪魔アプデだろなんとアタッチメントのあのアップデミスだったらしい。ぬか喜びだった。確かに確かに確かによ。リスポーンするたび得てあアタッチメントを量産できるのは少々問題だったよ。タボチャとかチームで量産されたらかなりのイタというのはもう十十わかる。悪用するやつもいるだろう。でもだよ拡張マガジンとかは良くないか。ホップアップだけ継続できないとかね。そういう寛容な心を持ってくれたら俺はもう文句ないよ。でも俺は寛容だ。そして MBTI で言うと 俺は提唱したに属する人間だ。俺はそこでひらめいた。アップデミス説ちょっとこれ言いにくいな。アップデミス説って。すぐのアップデが漏れちゃった説。これを俺は提唱するよ。なぜならアップデからの修正が迅速すぎたから。エペェアさんの傾向的に都合の悪いバグや仕様はすぐに修正する。要は後回マーシクがあるわけ。仲間その証拠に今までずっとあった。ランページの縦揺れバグ。あれの修正もすごい時間かかったでしょ。で、やっと修正されました。でもパンチブーストとか、赤ジャンパでぶっ飛ぶ、あのシグマジャンプ。こういう都合の悪い ものに関してはすぐに修正するというところから、このアタッチメントのバグは次のアプリで実装しようと思ってたのに、ミスで実装されちゃってすぐに消したわけ。この仮説やばい。絶対やってるぞ。もしこれが本当だったらルフィ。お前ワンピース見つかったらさ、さあのー、なんとかして俺といえばね。届けといてくれんか。クワッ月がやばい。皆さんクワッドモードはいかがお楽しみでしょうか。ソロで楽しむもよし、フルパで楽し。もよし、圧倒的新鮮感で気づかれしている中、ちょっとあのバグやばすぎないか <laughs> ということで、こちらのコーナーマジで本当に。 クワッツの不満まとめ射車線がエグいクワッツをやればやるほど重いよね。エイペックスは3人がちょうどええんやなと。漁る場所もそもそもが3人用だし、戦闘が始まればあらゆる車線からズバズバ撃たれる。その上、漁夫が来てみろよもうとんでもない物質差がない限り返せません爆音バ,バグがうざいマジでクワッツやればやるほど重いよね。しょっぱなの爆音がうざいうざい皆さんお気づきの通り、クワッツモードだけ、ドロップシップの爆音がある。うん、せっかく4人でやってるのに、このバグがうざくてうざくて、もういいや。 ロスかーっっーてなるのよこういう細かいバグが俺たちを苦しめる。ヘリが早いクワッチに限らずの話なんですが、4人15部隊とそもそも部隊数が少ない中、漁風もエグいので、普通のトリオに比べてヘリが早く感じるんだよな。残り2部隊でウロウロするシーンとかよくあるからね。ただ、でも4人いる分、あの雑談が弾むので、エ p ペックスの4人モードは定期的に復活してほしいな。なんかでもあの、水タイプらしいですね。あの、バイオレット、スカーレットでしたっけあれの5三系でなんか可愛くて有名ですよね。あ,ーあのそれ多分ク クワスですよねユーザーーザファースト今まで言葉にはしなかったけど心のどこかで感じていた不自由をきれいに汲み取られたアップデやなと思ったニーズとキャッチがうまいことただとはいえ至らぬ点は多々あるのでこれからのアップデートでよりいいゲームになり派遣ゲームへと返りたいってほしいね願わくばキーマーでエペしたいけどパッドが強いからしゃーなしでやるわではまたウェ